夏のボーナスの伸び率が過去最高となりました。経団連が集計した大手企業およそ100社のこの夏のボーナスは、平均で92万9259円となり、4年ぶりに増加しました。伸び率は前の年の13.8%と、現在の調査方法で集計を始めた1981年以来、過去最高でした。 コロナ禍からの経済回復を背景に鉄鋼などの製造業で大きく増加しました。